ラマダーン、ラマダーン、またはラマダーンはヒジュラ暦の第9月。この月の日の出から日没までの間、ムスリムの義務の一つ、断食、サウムとして飲食を断つことが行われる。ラマダーンを断食のことと誤って捉える人も少なくないが、ラマダーンとはあくまでもヒジュラ暦における月の名である。ただし、 ラマダンという言葉が断食を今日では意味することも増えてきている。イスラム歴で9月を意味するラマダンにコーランが預言者ムハンマドに掲示され、イスラム教徒にとってラマダンは聖なる月となった。この月においてムスリムは日の出から日没にかけて一切の飲食を断つことにより空腹や自己犠牲を経験し、 飢えた人や平等への共感を育むことを重視する。また共に苦しい体験を分かち合うことで、ムスリム同士の連帯感は強まり、多くの寄付や施しが行われる。断食中は、飲食を断つだけではなく、喧嘩や悪口や闘争などの忌避されるべきことや、喫煙や性交渉などの欲も断つことにより、自身を清めて、イスラム教の信仰心を強める。 ペルシア語など、非アラビア語圏における発音に基づけば、ラマザーンないし、ラマザンとも書ける。ラマダーンのだの音、現代標準アラビア語音 D は、ダードと呼ばれるが、これは他の言語において、禁じの難しい音音である。古典アラビア語の段階、少なくとも、シーバワイヒが、記述、規範両面にまたがる文法を書いた頃はには、ザトダトラの混じったような印頭カオトであった。 有声音頭加速面破裂破殺摩擦音。そのため、ペルシア語、トルコ語、ウルデュー語など、西アジア、南アジア、中央アジアの諸言語のように、比較的古い時代に、アラビア語から借用した言語では、ダードーゼットの音で取り入れる例が多いため、ラマザン、ラマザーンとなる言語が多い。インドネシア語など、東南アジアの諸言語のように比較的新しい時代に、 アラビア語から借用した言語では、ダードを D の音で取り入れて、ラマダンとなる例が多い。スワヒリ語では、ダードをマサツシーン、DH で取り入れている語が多く、ラマダーンはラマドニー、ラマザニと呼ばれている。ハウサ語では、D と L のそれぞれで取り入れた語形が共存する。それぞれ古典アラビア語や現代標準アラビア語の発音を各言語なりに借用した結果である。 イスラム歴は、純粋な退院歴でウルーズ期による補正を行わない。ため、太陽歴で、毎年11日ほど早まり、およそ33年で季節が一巡する。そのため、ムスリムは、同じ季節のラマダーンを人生で二度経験すると、言われる。ラマダーン月の開始と終了は、長老らによる新月の観測によって行われる。雲などで、 新月が確認できなかった場合は1日ずれる。夏に白夜になる北極圏や南極圏の極地地方にあっては、近隣国の日ので日没時間に合わせるなどの調整も図られる。ラマダーン中には世界中のイスラム教徒が同じ試練を共有することから、ラマダーンはある種の神聖さを持つ時期であるとみなされている。ラマダーンの期間中はラマダーンカーリーム。 ラマダーンカリーム、恵み多いツラマダーンおめでとうという挨拶が使われる。以下は2014年までのラマダーン期間と2015年以降のラマダーンの予定日である。西暦年、イスラム歴年、西暦開始日、西暦最終日の順で示す。断食といっても、1ヶ月間という期間を完全に絶食するわけではなく、日没から、 日の出までの間、イコール夕方以降からよく未明までに、1日分の食事をとる。この食事は、普段よりも水分を多くした大麦がゆであったり、ヤギのミルクを飲んだりする。旅行者や重労働者、妊婦、散布、病人、乳幼児、老人、精神的に不安定な人など、合理的な事情のある場合は、断食を免除されるなど、一口に断食といっても、 その適用範囲には、ある程度の柔軟性と幅を持つ点にも注意が必要である。また、免除されるものにも、後で断食をやり直す、必要のあるもの、旅行者や妊婦、生理中の者などとやり直す、必要のないもの、高齢者や乳幼児、回復する、見込みのない重病人などがある。断食をするかどうかは、原則として、宗教的モラルの問題である。旅行者は、 断食を免除されるというのを拡大解釈して、イスラム教徒の符号の一部には、ラマダーンに旅行に出かけ、断食逃れと呼ばれるようなことをする者もいる。ただし、その場合別の日に断食をやり直さなければならない。また、基本的に異教徒には強制されない。断食は、ヒジラの道中の苦難を追体験するために行われるものである。したがって、 飲食物の摂取量を減らすことや苦痛を得ること自体が目的ではない。あくまで宗教的な試練として課される。また、食べ物に対する夕方みを感じさせるためとも言われている。日没になればすぐに食事をとり、日が昇る。ギリギリまで食事をとっていることが良いとされ、日没後も念のためにしばらく飲食を控えたり、日が昇る。 はるかに前から飲食を止めたりすることは、ふさわしくないとされている。苦しみを和らげるために、あらゆる方法をとることは全く問題がない。例えば、仕事のない日は、日中は、礼拝をするときなどを除いて、寝ていても構わない。日中の空腹を和らげるために、日の出前に多めに食事をとっても、全く問題はなく、日中体内の水分が失われないように、 対策を取ることも全く禁じられていない。また、一年を通して断食をすることは完全に禁止され、昼夜を通して断食することも禁じられている。ただし、預言者、ムーサー、モーセやイーサー、イエスは例外的に昼夜を通して断食を行ったことがあるとされている。歓迎的に、ラマダーンの前日は断食を行わないこととなっている。 断食の成立には意図が大きく関わっている。例えば、断食をしているのを忘れうっかり何かを飲み食いしてしまっても断食は無効にはならない。一方、たとえ飲食を行っていなくても断食をしているという意図がなければ、それは無効になるとされている。例えば、あまりの苦しさに断食をやめ飲食物を探したが日没まで見つからなかったとしても、それは 断食を行ったことにはならない。むしろラマダーン中は、火が落ちている間に食い止めをするため、そのために火が出ていない時刻に人を起こすものが、巡回していることさえある。夜食が盛大になり、通常より食料品の売れ行きが良くなったり、肥満になる人が多くなると言われる。断食期間中に禁止されている行為は、飲食、喫煙、性行為、投薬、 ただし、健康上司書をきたすものは、断食が免除されるので、投薬もやむを得ない、恋に物を吐くことなどである。唾を飲み込むことや、うがい、歯磨き、入浴、昼寝などは許されている、イスラーム文化センター断食ガイドほか、参照。日没後も、イスラームで禁止されているものは言うに及ばないが、禁止か否か明確でないようなものを食べることも、避けるべきだとされている。なお、 イスラーム過激派の中には、ラマダーン中、支配地域の電気を止めるなど、市民生活に重大な影響を与える措置を取る場合もある。ラマダアン明けの祭りは、イドアルイコールフィトルと呼ばれ、盛大なものである。イスラム教徒が多数派となっている国家や地域において、ヒムスリムも外での飲食などで自粛が求められる場合もある。 ただし、ムスリムが断食によって得られる利益は、非ムスリムが断食を行っても一切ないとされている。飲食店が営業を控えるなどの影響が出てくる。酒が入手できた地域でも、ラマダーン期間は、入手が困難になることがよくある。また、イスラム教を侮辱したと取られかねない言動は、なおさら慎むことを要求される。ラマダンでの断食を実行しないムスリムも最近は、 増えているものの、ムスリムと思われる人たちとの共同作業において、ラマダーンについての配慮が求められてくる。ラマダーン中に、ムスリムが多くいる、イスラム国家に滞在するときは、注意が必要との指摘がある。株式相場などで、オイルマネーの影響を考えると、ラマダーン期間は、少し低調の方に動くとされている。また、イスラム勢力が関与する、地域紛争においては、 ラマダーン期間の戦闘行為が自粛される傾向にあったが、最近のアフガニスタンのタリバーン、シリアのアイスセルなどは、ラマダーン期間にもかかわらず、積極的に攻勢に出ることもある。断食が行えない高齢の者のは、断食が免除されるため、イスラム教徒が多数派の国においては、当然高齢者よりも若年者の方が、積極的に断食を行うのが普通である。ところが、 ムスリムが少数派の国家では、社会的制約の多い若年者よりも、退職して、社会的制約が少ない高齢者の方が、むしろ積極的に断食を行っている場合がある。つまり、高齢者と若年者の立場が逆になっている。イスラム国家なら、もう断食が免除されるような超高齢者が、非イスラム国家では普通に断食を行っていることも、珍しいことではない。 厳格なイスラム法を採用しているサウジアラビアでは、ラマダーンの期間中、ヒムスリムの外国人が公共の場で飲食や喫煙をした場合、国外追放すると発表している。一方、無宗教の立場を取る中華人民共和国、社会主義国においては、ラマダーンの断食は規制の対象である。2012年のロンドンオリンピックと2014フィファ、 ワールドカップがそれぞれ開催期間とラマダーンがたまたま同じ期間に重なった建前上ラマダーンは長老の確認をもって始まるため事前に確定でないが月の運行によって決まることからラマダーンがいつ頃になるかは事前に把握できるこの二つの大会がラマダーンと重なることは当初からわかっておりイスラム圏の国は日程のスライドを要望したがその要望は 聞き入れられなかった。また、2014FIFA ワールドカップでは、イスラム圏の国の選手が、ボトル状の容器に口をつけていた。日本の大相撲では、エジプト生まれで、イスラム世界の出身者では、初の関取であるオースナ嵐が注目を集めた。経験なムスリムであるオースナ嵐は、本場所の開催期間とラマダーンの期間が重なった場合、日中の断食を励行していた。 しかし2018年に不祥事で引退を余儀なくされている。前述の通りイスラム世界では、ヒジュラ歴の第10月、シャワールの頭は、断食が終わったことを祝う宗教行事、イドアルイコールフィトルを行う時期とされている。特にインドネシアではこれをレバランと呼んで、国の方針により1週間ほど宗教祭日としている。 日本のアイドルグループ AKB48 は2018年の世界選抜総選挙の非選挙権を海外姉妹グループの非日本人メンバーにも開放したが、インドネシアの姉妹グループである JKT48 は選挙の期間がマダーニやレバランと重なり、メンバーが公正に立候補の判断をすることが難しいとして、最終的に集団ボイコットすることを決め、 AKB48 サイドに認めさせた。また JKT48 は通常の活動においても宗教上の配慮を行っており、ラマダーンと重なる時期は劇場公演を控え、代わりにチャリティーイベントなどを行っている。二千十二年に AKB48 から JKT48 に移籍した中川遥は二千十四年現地の文化を大のがみで理解するために、 異教徒でありながら断食に参加した。現地では後に中川が本気でインドネシアのことを理解しようとしたとして、好意的に受け止められ、インドネシアでの人気獲得につながった。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。